い、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうです、まあでも本当率直な感想はもう安堵なんですよ。終わったすぐはね。でそこからまあ数日経ったらやっぱり喜びと、まあちょっとメディアにも取り上げてもらったりとか、この間アフターパーティーもやったりして、まああの改めて映像を見たりしてね、こうみんなと振り返ると、まあやっぱもう勝ててよかったなと。まあそこでもちろん安堵はあるんですけど、まあ喜びも含めて、まああの感じられてるかなっていう風なのがあるんで、まあ、ひとまずデビュー戦を KO 勝利で飾れたっていうのは良かったなと思います。あの一言で言うと、よく勝ったなと思いましたね。というのも、アビコさんは青コーナーで、相手が赤コーナー、赤コーナーの合宿1週間前に行ったんですけど、うん、赤コーナー全員口を揃えて、アビコさんは危ない、勝てないかもしれないっていうぐらい、実はタイガー選手強かったんですよ。でそれも踏まえてよく勝ったなっていう感想ですね。なるほど。タイガー打ちのめさなかまさ君に心見たら、今あの何て言うんですか、花道がそんなに長くなかったんで、サビで歩きたいなと思ってて、表にサビまで長くてどうしようかなと思って、ずっと突っ立ってんのもなと思ったら、なんか急にスッてなってきて、でポルトガル語でずっと吠えてました。でも行くぞみたいな感じですね。やるぞみたいなのをずっと同じことを連呼してるって、後ろのセコンドは引いてますから、こちらはそうしてないから、どこで入るかも分かってないし、なんかね、なんとなくそんなノリとか、まああの実は一番盛り上がる言語がイタリア語だったことが分かったので、本当はイタリア語の映像を見て、あの自分を盛り上げようと思ったんですけど、ちょっとそれをすんの忘れてて、そしたらちょっと入ってきた。やっぱその時はポルトガルですけど、僕はもうレフリーのリングでいたんですけど、すっごい声出して、あの僕もファイターやってきたんであるんですよ、ガーっていう時の、あのそれを見てる感じがしましたね。いやもういよいよこの時にもう相手の体つきも初めて間近で見たんで、もう入り込む方が先ですね。もう相手と手を倒したいっていう。対戦相手に聞いたら、一番最初の前蹴りがかなり嫌で、結構もう効いたって言ってましたね。本来あのサウスポーに左足であの前蹴りって使わないんですけど、それが上手い形で入ってるんですよね。で相手にちょっと聞いたら、試合終わって聞いたら、あのまさかの左足の前蹴りが来ると思わなかったと。コーナー追い詰められて、でちょっとまあいい形入ってたんですけど、その後やっぱりタイガーも強くて、相手もでアッパーとか結構ストレートが何回か入って、でパンチ力やっぱあるから、一瞬僕もちょっと方向を失ったというか、なっちゃってやばいやばいっていうのはあったんですよ。多分この後です。で良かったのが、それがスッと立ち直れて、前蹴り入ってからの連続ワンツーみたいなのが入ったのが多分良かったんだと思います。ちょうど相手が来た時に腹が見えたんですよ。だからそこに前蹴りドンって入って、でこの前蹴りが若干トーキック気味のサッカーで言う、相手が一緒に嫌がったのが見えたんですよ。こう横向いてうわって、でそれにまあそのままこう倒しに行こうと思って、で何発か言われたらダウンって聞こえたんで、ダウン取れたと思って、でもその後やっぱり方向を失ってるから、青コーナーじゃない方に帰ろうとしてるんですよ。青コーナーに帰ってるつもりが全然違うと、お違うって言って戻ってる。前蹴りのボディですね。前蹴りのボディが入って、ちょっと相手がうずくまったんですよ。この瞬間もしかしたら肋骨が折れたか、もしくはひび入ったか、もしくはもう内臓に来てるかと思ったんで、ここから叩き込まれたらもうそのまま大怪我してしまう可能性があるので、一応ダウン取ったんですね。だからここで攻めようと思ったんだけど、結構僕も疲れてて、ちゃんとしたパンチがやっぱり当たんなくて、結構ノーガードでいっちゃってるんで、もらってるんですよ。2発ぐらいズドンズドンって、疲れたなって思った時に2本終わったんで、まあ、1回こうさあ予想通りすごい戦いになりますね。ブレイクできるというかね。正直何も覚えてないです。何にも覚えてない。多分めっちゃ言ってくれてるんですよ、中まで入って、キーキーは聞こえてたんですけど、何のことかはやっぱダメですね。やっぱ冷静になれないというか、もう相手しかロックオンできない、だから相手が強くなの分かってたんで、どっかで一発だけやられるって思ってたんで、とにかく倒さなきゃっていう
っかりでしたからね。一回ダウン取られると、次のラウンド取りに来るか、もしくはそのダウンを引きずってるからどっちかなんですけど、結構引きずってる感じだったんですよ。ボディは2ラウンド目経ってもボディは残るんですよ。痛いのがずっとドシンと残ってて、もう一回やられたらもうすぐまた倒されるだろうっていう。これも相手が下がり出してるんですよね。常に下がりながらもらってるんで、また下がるんですよね。その下がってたのは分かったんで、あとはその当てる距離感だけ、取れてよかったなっていうところだけど、まだ全然余裕も何もないですね。あ、もう完全に手も出ないし、相手が下がってるし、アグレッシブさを感じなかったんで、もうそのままダウンですね。続行します、ファイト。あと一つのラウンドでノックアウトです。でこの時も今小木さんがこうあと一つノックアウトですも聞こえてなくて、で最後10秒のあれもパンパンも分かってないんですよ僕。そこれも聞こえてないんで、とにかくもう行くしかないと思って、とにかく倒したいっていうことしかもう頭になかったです。やばい、はい、ノックアウト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 。はい、ウィナー、第5試合勝者アビコー高マサアンドですよ。はぁ、知ってんだ、あったっていうね、あったっていうもうアンドがもう最初です。で、やっぱりその後にコウさんに腕を持ってもらって勝者って言ってもらったら、もうやっぱちょっとあの興奮がやめられないというか、あ、最高だなってやっぱ思っちゃいますね。単純に言うと、アビコさんのパンチをもらいながら下がってるんですよ。で、下がりながら攻撃をするっていう、アグレッシブさを感じなかったんですね。で、もう一つ、まあ、相手のセコンドのミスも一つあるんですけど、2ラウンド目にミドルキックを蹴るようにっていうふうなアドバイスをしたみたいなんですね。で、ミドルキックっていうのは近い距離だと蹴れないんですよ。で、相手が離れてくれれば蹴りやすいんですよ。でも、アビコさん前に出ますよね。ということは相手はミドル当てなきゃと思って、距離取らなきゃと思って下がっちゃって、で 2,3 回蹴ってるのもあるんですよ。でもこれは実はアビコさんに対するセコンドミスですね、作戦ミス。だからレフリーからすると、下がってミドル蹴ろうとしてももうアグレッシブさが欠けて、最終的にパンチももらってるんで、もうこのままダウンですね。前に来る相手に対して横からのミドルキック、横ですよね、横の攻撃するとさらに前に出やすいんですよ。まっすぐの相手には前蹴りだったりワンツーだったりのまっすぐの攻撃をして、まず止めなきゃならないです。この止めるのを止めないで横で蹴っていったんで押し込まれたんですよ。そこでパンチをもらっちゃって、最後に手が出なくてダウンです。そういったミスが1個ありましたね、相手の。なるほど。一番ベストな状況じゃないですか。相手のいいのも引き出したし、引き出しときながらの勝ちなんで、これは完全なる勝利。これがたまたま入って相手が何もできなくて、相手が不満足でクソ、ああやってやれば勝ったのにゃとかっていうのではなく、相手も完全に負けを認めて負けなんで、一番いい勝ち方ですよね。嬉しいですね。そうですね、そうですね。相手がね、どう感じてるか僕も分からない部分もあるので。そしたら勝利した、アビコ選手、一言お願いします。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう本当に見ていた皆さんに感謝をしたいのと、まあ、あともちろんめちゃめちゃ強かったタイガーマスク、最高でした。とにかく40で全部仕事を辞めて、全部お金も捨てました。J リーガー目指してクソほど叩かれました。お前なんて J リーガーじゃないって、年俸120円なんてクソだって。お前みたいなもんサッカーに来んなって、3年間でもやり遂げました。1点も取れませんでしたが、でも今度は格闘技のリングに変えて、そしたら皆さんがウェルカムで受け入れてくれてます。このまんまライジンに向かいます。出れるかどうかは分かりません。お願いしても出れるものもないです。でもぜひ僕にお願いをしてください。出てくださいとお願いします。僕出ます。ということで最後ちょっといいですか、一つやらせてもらって。寝る前になぜか急に思い立って、これなんか肩やりたいなって。そう、ダサいかもしれないけど一回やってみたいんで。
皆さん右手の拳を違う右手を上に上げて手のひらを外に見せて、でここから3、2、1って僕が言ったら何かを掴み取ってください。手首返して、でその時にバモーってバモーポルトガル語で行くぞみたいな意味です。バモーって言ってそれを胸にしまい込んでください。いいですか。大きな声でいきましょう。ご唱お願いします。3、2、1バモー。ありがとうございました。おめでとう。流行りそう、流行りそうです。でも今回の演奏を改めて見ると結構あのこれ悪い意味じゃないんですよ、いい意味で喧嘩殺法だったんですよ、うん、スパーリングをやってもう試合も近くだったんでスパーリングもやって自分で身につけた前蹴りだったり自分で身につけた手数、うん、あとは心のリズムが速いん でスタミナもあるってフィジカルもあるんでそう言って作り上げた試合だったんですよ。で元々安孫子さんは、まあ、サッカーの選手なんですけど実は右のストレートが強いし、まあ、そういった意味で一個一個の技に技の精度を上げていくっていう作業をあのこれからまたしていきたいなと思います。安孫子さんの首を取りたいっていう人が僕のところには結構来てます、うん、まあ、なんかそういう場に安孫子を投じたんだから、うん、ワクワクしてるのと、まあ、若干のその怖さとかね不安はありますけどでもありがたいことだと思う。やっぱそこは挑んで帰るうちにしたいなと思いますよ、ね、本当に人生の岐路だと思って、ね、試されることだと思って挑んだ4月16日のデビュー戦でしたけど初めて27はちょっとその日じゃないことかなっていうあのプレッシャーが、うん、でもそれを乗り越えて初めて大舞台のプレッシャーってもっとすごいと思うんで、まあ、そこに立てるだけの男にならなきゃいけないんでそういう意味ではその僕より格上の人たちでそこを帰り討ちにして次のステップに行かなきゃいけない。本当にこいつライジンで戦えるのかというところをまずしっかり見せたいなと思いますし、で、安孫子のここを見ろみたいなね背負って、はい、違う覚悟を持っていただきたいなと思います。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。